昔そのうちの母の田舎にちょっと不思議な人がいらっしゃったみたいで、なんかあそれちょっと思い出しました。で直接は会ったことないけど話だけ聞いていたので、あなんかまあわからないけど、なんかきっと話で聞いたような感じの方なのかなと思ったんですけども、できているのかできていないのかもちょっとよく分かっていませんが、私も親になって初めての作品で、こういう本当にかけがえのないものを失う役というのは、まあ、初めて挑戦するっていうこともありまして、今回挑戦させていただくっていうことには迷いはなかったんですけど、気持ちを作っていく中でそこに到達するまでには、まあ、実際こう私はかけがえのないものを失った経験ってすごく少ないと思いますし、彼女の気持ちとかは想像でしかないんですけど、その痛みとかそれをどうやって自分が決着をつけて前を向くか、それとも前を向くことをしないっていう選択をすることも、もちろん大きい一つの選択だしっていうことで、よーはい、これまだフワフワしてるだけなんですか、まだ定まってない。魅力ある役者っていうのはそこの一言のセリフをやっぱり味わいものにするっていうのは、その人の役者さんの人生の生き様とか出てきますから、それは技術じゃないですね。技術はもちろん必要なんですけど、それプラスその生き様、役者の味っていうんですかね。もちまして、諸々さん、料理役、春夏子さん、オラプになります。お疲れ様です。お疲れ様です。あ、そうちゃん、タイモラさんには、ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様です。ありがとうございます。もうこんなにこだわった作品も久しぶりでございます。もう私の魂をぶち込んだような気持ちで臨みましたんで。なんか俺が言うと小さくなってあとは監督の上に任せます。よろしくお願いします。本当にこんな皆さ ん, なんていうんですかね、一丸となってというような、もう本当に皆さんそれぞれが全力で身を削って情熱で作り上げた作品っていうのがもう本当に幸せで、もちろん黄金とか竹原さんとか、まあ、そうちゃんとか、なんかもう皆さんとお芝居できてもすごい楽しかったし、監督にもすごく意見をいっぱい言わせていただいて、それをすごく毎回真摯に受け止めていただいて、いろいろ試行錯誤できた時間がものすごく幸せでした。本当に完成を楽しみにしておりますので、皆さん体にだけは気をつけて、これからもいい映画を作っていってください。私も頑張ります。ありがとうございます。はい、では皆さん以上をもちまして、サマヤ記憶オラップになります。ありがとうございました。ありがとうございます。なんとか取り切れました。ありがとうございます。本当にありがとうございます。